はい、えー。冒険家の皆さん、こんにちは。えー、このビデオでは、えーと、前回のビデオの続きで、えー、どうやって教えるかも、えー、視野に入れながらですね、評価について考えてみたいと思います。えー、例えばですね、あの、バイク用の、あ、すいません。ちょっと待ってましたね、えー。バイク用の地図を、えー、書店で購入することができるという、こういう CDS があったとしましょう。<laughs> すいません。 その場合、実演ならですね、実際に書店に行って購入するところを見せればいいですよね。あるいはロールプレイでも評価をすることができます。ただ、何を教えたらこれができるようになるのかっていうのはちょっとはっきりしないんじゃないかと思いますね。そのためには、地図を買うという行動をもっと小さく分けるといいです。例えばですね、一番ですけど、最初に本屋の中で 地図の、あの、売り場を見つけるっていうことですね。はい。で、それから、えー、その売り場の中で、えー、自分がバイクでツーリングに行く地方の地図を見つける。それが2番ですね。えー、まあ、なかったら店員に聞くということもできます。えー、そして3番ですけど、えー、その、えー、地図の値段を知ることができると。そして4番、えー、レジでお金を払うと、えー。こういうふうに4つに分けると、何を教えればいいかというのがだんだん分かってくるのではないかと思います。 えただですね、えー、ここではそのバックワードデザインの考えに基づいて、えー、これらの教え方を考える前に評価の方法を考えてみたいと思います。はい。えー、まず最初の CDS、あの、細かく分けた CDS ですけど、えー、本屋の中で地図のある場所を見つけることができるという CDS ですね。えー、これは、 え、本屋の表示、本屋の中の表示を理解することができればいいと思います。で、この場合はですね、この地図だけ分かればいいわけですよね。なので、えー、っと、自動書とか雑誌とかコミックとか、こういうものは読めなくても全く構いません。ただ、この左側の例もですね、まああんまり、えー、 模範的な例ではないですね。えー、どうしてかというと、えー、行動中心アプローチでは、申請性ですね。前のビデオで話したその本物らしさ。これが大事なので、えー、できれば本屋の中の写真とかを用意して、えー、もっと実際のあの場面に近づけるといいんじゃないかと思います。はい、えー、次はですね、えーまあ、まず地図のある場所に行けました。で、えー、ここで、えー、自分が行きたい地方の 地図を見つけることができるかどうか、えー。これを評価するにはどうすればいいでしょうか、えー。まあその時はですね、あの、地図の表紙がまあこういうふうにたくさんあって、えー、で、その中から自分の行きたい地方の地図を選ぶことができれば、とりあえずこの CDS は達成することができたと言えるんじゃないかと思います。まあもちろんここはですね、ちょっとこのビデオはあの YouTube で公開しているのでこうやってぼかしをかけていますけど、えー、もちろん皆さんが授業で使う時にはもうそのまま、 え、やってもいいんではないかと思いますね。はい。えー、そして、えー、三つ目の、え、キャンドゥですけど、あの、解体地図の値段を知ることができるという、えー、キャンドゥステートメントですね。で、えー、これはですね、もし学習者がお金持ちで値段なんかどうでもいいというふうに思っている場合は、もうもちろん教える必要はありません。ですから、えー、教える必要がないので評価する必要もないわけですね。えー、でも、そういうお金持ちでない場合は、 え、こうした資料から、え、値段の情報を見つけ出すことができれば、それで、え、合格だと評価することができるわけですね。え、あるいは値段を比べて高い方を指さすとか、え、その、それだけでももう、え、このキャンドゥはできたというふうに言っていいのではないかと思います。はい。えっ、ー、と、次のビデオではですね、あの、えっ、ー、と、次のビデオからは、ロールカード、あの、ロールプレイをどういうふうにするか、相手がいる、 えー、場合のやり取り。これはその、えー、実演ではできませんから、ロールプレイが必要になってきますよね。で、そういう時にどういうものが必要になってくるかということについてお話ししたいと思います。はい。こちらのビデオは以上ですね。はい。失礼します。